あれ、キャンプ場に来てまでも仕事っすか？いや、そうなんですよ。都会よりもこういうキャンプ場でワーケーションしたいじゃないですか。はい。でもそれしんどいっすよね。アウトドアで使える結構面白い人が紹介するんで。あ、マジですか？はい、ぜひ。よろしくお願いします。お願いします。これ今座ってんの、ガチな金属なんですけど、そうですね、これ座りやすいですよね。あ、結構やっぱキャンプっぽいっすよね。はい。でもこれ重たいんで、ちょっと面白いものを見つけまして。これです。これ切り株ですよね。切り株です。でも、いやいや、またそんな。おお。あ、なんか空気みたいな感じなんですね。そうです。はい。エアーで。柔らかい。はい。じゃ、よかったら座ってみて。いいですか。はい。あ、これ思った以上に座り心地いいですね。全然柔らかいです。ちょっと仕事してもいいですか。お願いします。で、あとこれ、あの、部屋にあっても可愛いじゃないですか。いや、確かにこれはね、てかむしろ部屋に置きたいぐらいですね。あ、でも、あの、高さで言ったらすごいやりやすいですね。ちょうどこの膝の方がこのお尻より高いんで、ちょっとこうパソコンとかがやりやすい角度ですね。打ちやすい。あとオットマンとしても使えるんで。いや、これはめちゃめちゃいいっすね。次はキャンプでも、あと登山とかでも使える、あとフェスとかにいい椅子があります。お、どんなやつですか、これ？はい、これ使えます？椅子なります？なります。ちょっとやってみても。で、ここに座るだけです。お、座るだけ。はい。あ、なるほどね。もう座椅子ですね。あれもめちゃめちゃいいっすわ。もう別にフラットじゃないところでも結構いけるんで。やってみましょう。やってみましょう。あ、すごい、もうなんか鳥になった気分ですもん。鳥？あの、思ってる以上に安定してますね、これ。全然倒れそうとか、後ろにこう、あっとか全然ないっすね。いや、でもクレジークリック良かったっすね。いいですよね。ええ、なんかあんなに座椅子でいいと思いませんでした。1万しなかったら意外といいと思いますよ。はい、いいですよね。あと、なんなら家でもそれも使えますしね。はい、あと空張りも結構あります、ね。あ、そうなんですね。じゃあ続いては、はい、今前回2つってテーブルなかったじゃないですか。なかったですね。やっぱりテーブルがあった方がいい。はい、ちょっと大きくなっちゃうんですけど。はい。おお、なるほど。はい。この監督が座るような。まあ本当にこれだけで設営も簡単なんで。ああ、もう、あの、高さ的には普段の椅子と変わらないんで、安定感は抜群ですよね。はい、高さもちょうどいいし、やっぱりでもこれサイドテーブル、ちょっとこういうものを置いておいてちょっと休憩しちゃったりとかにめちゃめちゃ便利ですね、これ。便利。こうちょっとしたこうノートとか、これやっぱりこのホルダーでもちょっとこの形変わってるじゃないですか。これがこう、あ、はい、マグカップがちゃんと深く入る。はい、重量は軽いですね。あとこの幅があるからいいですね。うん、確かに。すげえいいやつ買った。これです。あ、2位も。はい、はい、組み立てるの今日初めてなんで。はい、基本的に僕組み立てるの嫌いなんですよ。あ、わかります。まあそれを楽しむ人もいますけど。完成です。ちょっとじゃあとりあえず。はい。いや、すごいこの。もうゆりかごですね。ゆりかごですよね。あ、すごい。あの、揺れるから、じゃ、正直パソコンやりにくいんじゃないかなって思ったんですけど、案外いいっす。むしろいいんじゃないかって。あと多分これメッシュなんで、はい、あんまり蒸れないと思うんですよね。あ、確かに夏場とかいいと思います。はい、これ飲み物とか置ける。そうですね、ボトルホルダーがあって、ここにもちょっとした小物入れみたいなのがあるのは多分携帯とか。あ、で、夜は仕事終わったら星が見れる。あ、キャンプ場ってこと考えたらこれがいい。井野さん、どうですか？最高ですね。足一回水に入れていただいてもいいですか？あれ、今何月でしたっけ？
シャキッとします。仕事がはかだりそうな感じですね。もうなんかろれつ回ってなかったっすけど。やばい。これはやばい。